試合が続きまして、チャンピオンベルトが運転になります。2度目の防衛戦に臨むチャンピオン、ウェルター級は 67.5 キロリミット、ベルト返還。挑むはクセモノ。さあ、4大タイトルマッチの最後です。ただいまよりリバイバープレゼンツ K-1 ワールドグランプリウェルター級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、181センチ、 67.5 キログラム、日本谷山ジム、ひどー安博。気合入った。そしてここまで長かったと、チャレンジャー木戸康博。赤コーナー172センチ、 67.3 キログラム、日本K-1 ジム五反田チームキングス、K-1 ワールドグランプリウェルター級王者、久保優太。60戦目になりました。微笑みスナイパーこと久保優太、2度目の防衛戦、1年ぶりの復帰戦でもあります。ここのところ大忙し久保優太。さあ、フェイス2フェイスにうんとうなずいて、木戸康博、青いグローブ、チャレンジャー、 K-1 ワールドグランプリウェルター級タイトルマッチ、3分3ラウンド、延長1ラウンドです。さあ、放送席は中村匠海プロデューサー、雅人さん、そして久松郁美さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。雅人さん、とにかくこの顔合わせが今ここで実現したというところ、ね、もうキャリア何年やってるかね、もうね、そうですね、お互い木戸なんか70戦やってますからね。いや、全く今日が71戦目、やっと来たと言います。ハイキック、スウェーバックからローキック、久保、本当にこう高度なテクニック合戦になりますよね。これ期待されますね。ローブロー大丈夫か、お互いやりました。でも木戸選手この階級でやるのって最後なんですよね。これ 67.5 キロっていうのは中村プロデューサーどうなんでしょうね。本人的にはまあ結果にもよると言ってたんですけど、まあちょっとね、一区切りしたいっていうような発言もあったので、まあね、まあベルト取ったらまあ防衛戦っていうのもあるので、そこはちょっとね、また相談ではあると思うんですけど、まあまあでもやっぱりそのいろいろ、おお、縦切り、やっぱ一試合一試合ね、そうやっぱ意味のある試合を久保選手も木戸選手もね、やっぱりやってきた、テーマのある試合をやっていきたいっていうところがあるとは思うので、まあ、そういった中でのね、発言だと思いますし、ここでね、2人がやっぱベルトをかけて戦うっていうのは、ずっとね、格闘技見てる人からのファンの人たちからするとね、すごく何かこう感じるものもあるのかなと。なんかこう木戸選手のね、あのリングに上がる時の表情とか見てても、なんかいろんな思いがあるんだろうなっていうのを思って見てましたね。そうですね、その一度対戦決定もありました。そして久保が交通事故で流れたなんていう経緯も待ち望んでいた木戸の心に伝わってきます。強いローキック、久保、本当に間合い合戦ですよこれ、切り合いですよね。本当にこの距離っていうのは本当にちょっと素人の人には分からないんですけど、こう入りにくい、難しい距離なんですよね。でもやっぱお互いこう一発蹴ったら一発蹴り返してくるっていうね、はい、どういうものなんですか、何が展開されているのか、この2人の間もう本当距離の取り距離自分今日なんと説明が難しいですよね。本当にこう自分の距離でいかに戦えるか、はい、自分が当たる距離、思ってる以上に難しい距離なんですよね、これ。それもミリ単位で設定してる、ただこうやっぱね、このいつもこれ軌道の距離でやってやるんですけど、はい、やっぱ久保もやっぱうまいですよ ね、 やっぱ60戦目ですからね、もう当時の K-1 マックスからお互い出てた選手ですからね。そうですね、その頃は久保優太チャンピオンはもうフェザー級だった、57キロ台、70キロでずっと戦い続けてきたのが木戸康博。木戸も10キロぐらい減量してますからね、毎回。やっぱりだからこの67キロ、ね、この階級では。かわすバックブロー、いつもはこうやっぱ木戸選手が誘っているところに相手入っていって、そこでうまくあの、これはローブローになったタイムストップです。まあ、ちょっとローブしたけど、ああやって木戸選手がうまく距離取って相手が入ってくるところをこうなんですかね、料理するというかなんですけど、久保選手もね、こうそこに乗らずに入らないぐらいのところでうまく攻撃出してるんで、こう木戸選手も
こうで逆逆に出ざるを得ないですよね、はい、もうねここから、うん、この食らった後の久保の顔、これが本当の久保なんですよ。いやそうですね、厳しい、うん、鬼のような顔を時折覗かせます。中村さん練習している時もそうですよね。そうですね、あここ前にくぐってかかるように詰めた、そんな久保もそうです。第1ラウンド終了です。ちょっと軌道の目が腫れてるように見えます、左目ですね、はい、ちょっと切れてますね、パンチかな、カットありますね、マサトさん、戦いはそんな中で紙一重の中でどうだったんですか。いや、もう、まだどちらも探り合ってるっていう感じですね。ただこう今までのように軌道のペースには慣れてないですね。前回前々回の試合のようにこう軌道の制空権で戦っているっていうわけではないです。やっぱり久保もテクニシャンですから。ありますね、はい、久保の何重にも張り巡らされたような戦い、それからクレバーでもあります。軌道は左まぶたが跳ね上がっています。それを分析するように見ていた。ちょっと距離近くなりましたよ。入ってくる、はい、ちょっと久保が詰めてきましたよ。久保ですね、はい、プレッシャーがかかってきましたね。あと軌道選手がこう肘を、ね、縦にこうやって構えるんですけど、あれで三日月力を蹴らせないようにしてですよね、ああいうなんか細かいテクニックあるから、なかなかこうコンタクトがなくてもお互い入れなかったりするんですよね。そして動きも見せます、はい、この辺りは通常の試合で見せるフェイント。ただこうどっちがこうこの蹴り合いの中から一発パンチを当てるかっていう戦いですね、今。いやでも中村さん、お互い勝ちに徹するともコメントしていますし、それがこういうことなんですね。そうですね。いやただあの久保の負けず嫌いは僕はすごいと思いますよ。マサトさんも早くからそれ見抜いていらっしゃいましたよね。左飛び込む。でも当ててまず触ったということでしょうか、うん、レーダーのようにただまだまあこう触った感じですね。ダメージは全くないです、ね、ミドルは強い。でもこうプレッシャーはこう久保近くなってるじゃないですか、うん、これは久保のプレッシャーですよね。これ、はい、右を振る。ああいうパンチだったら久保選手の方がどうですかね。いやもうおーロッキック一瞬腰が落ちかけたか。大丈夫かチャンピオン。まだでも中村さん体の強さもありますよね、久保って。そうですね、分厚い、はい、これだけ。おー、ハイキック詰めてくる。おー、思い切って左右ブロックしています。キドチャレンジャー、青いグローブ、左ローキックパンチで久保。結構ね、キド消耗させられてると思いますよ。あ、今そうですか、はい、あ、バレリーキックも見せましたが、左のローキック、左ロー返す、右のパンチでチャンピオン詰めてくる。マサトさん、これが疲れるんですね。このプレッシャーをかけられてるっていうのはこう想像以上に疲れるんですよね。思うように動けない、はい、いやでもなんとも久松さん、K1 で異質な戦いですね。そうですね。でも久保選手、人に興味ないって言ってたんですけど、そこがまた怖い、ね、怖い、ね、ちょっとこういい意味でのリング上必要な狂気って感じさせるチャンピオンですよね、はいはい、魅力的ですよね、すごい。そうですか、惹かれますか、はい、詰めて膝、右の膝、ボディ打ち、今インサイドいいボディだった、突き刺すような。お互いこの距離になると、はい、打ち合いになると、三日月蹴りもある久保、打ち合いだとどうですか。まあ、久保に分があるような気がしますけどね、パンチの打ち合いで言えば。木戸選手はこう距離を制して合わせるのはうまいですけど、ああいう打ち合いになった時にはちょっと久保選手の方がいいのかなっていう、はい、ちょっと印象ですけど、ね、右利きのサウスポーですからね。あ、そうですね、こう左のストレートとか一発をパチンって打つのはうまく打てるんですけど、こう連打とかになると打ち合いでなかなか綺麗には出せないと思います。戦いは第2ラウンドを終了しています。それにしても中村さん、はい、お互いがやりたいことどこまでやれているのかって気にもなりますね。まあでもそういう近い距離というか、ああいうパンチの打ち合いでは少し久保選手がいいのかなと思い場面もありたんですけど、木戸選手もね、ローキック
の他にあのかかと落としだったりあと、はい、あの3人ダルベックの時にやったあの足の膝とか、なんか細かい技はずっとね久保選手の前足狙って出したりしてるんで、そういったところではそのまあ他の展開でやっぱこう自分のペースを取ろうっていうのはこう見受けられますよね。そうですね。いやただものではないチャレンジャー、この上をいかんとするチャンピオン、やっぱりベルトはかなり重いものだと思いますという久保優太。ただまあどちらもポイント取ってないでしょうからね。そうですね。となるとこの第3ラウンド2度目の防衛戦、ウェルター級チャンピオン久保優太、赤いグローブ、サウスポー同士の一戦。さあ雅人さん、木戸に引き出しがあるかどうか。まあこうねやっぱトリッキーなこうここ一発っていうのもありますしね。一発のパワーはありますよやっぱり木戸は。それはこの体格も表しています。ただこう一発の飛び膝蹴りとかこう膝を蹴ってサニーダルベック強したような蹴りっていうのはなかなか久保には当たりにくいんじゃないかなと思いますね。そうですか。久保もまた十分警戒、お互い右手を前にしています。ローキックは久保、さらにジャブ、キドがだいぶ近くなってきましたね、来ましたね、はい、近づいてきた。いや久松さん、はい、またこうわーハイキック、久保も来る、キドも来る、おーハイキック右、さらにストレートへ追撃のパンチは久保、膝届かない軌道。久保はこの打ちへチャンスだと思うんですけどね。今行きたい、打ち合った時にはだいぶ隙が、はい、やっぱりああいうパンチではなかなか、ダメージにはまだ遠い、なかなか当たりにくいと思いますね。どう戦いを支配するかチャンピオン、右で飛び込んでくるチャレンジャー近い、アッパー、さあこの蹴りでパワーで、あー軌道だいぶ顔腫れてますね。あそうですね、そこも狙ってくる、でも頭当たってるんじゃないかな、あれあーバッティングありますか、膝と膝苦しそうな表情軌道が見せます。でも何度も左のパンチ当たりましたが、こうした苦境は乗り越えてきました。ちょっと近いぞ、気をつけろ。久保が詰める、中村さん出てきますね久保。そうですね、でも右、木戸選手の右もさっき1回クリーンに当たりました。右返す、久保の鼻の周りもだいぶ赤く変色しています。首ついた刹那にも膝のあたり、ああ話ありますね。いやおーこういうね見逃さないのがベテランのね久保の、それでも左ストレート、あと30秒、さあ戦いを自分のものにできるか、変則を極めての木戸康弘、なんとしてもとたどり着いたこの一戦です。そしてあと15秒に木戸が力を込めてミドルキック、右ストレート使い、アッパーにハイキック、木戸が返してくる、久保もアッパー、どうだ、もつれる、ここはブレイクの声、最後の一手はないままだ、試合終了。両方の拳を宙に突き上げたのはチャンピオン久保、左のまぶたを晴らして椅子に座ったのはチャレンジャー木戸、そしてすぐに立ち上がっています。まあこれは延長戦いきそうな感じですよね。いきますかねと思いますね。なんとも甲をつつけがたい。久保選手ってダメージあるんですか、うん、ダメージっていうのはお互いそんなにないと思いますね。木戸の目の腫れはバッティングじゃないのかなと思うんですけどね、パンチかな。さあ両者中央判定の発表です。ウェルター級 67.5 キロ頂上決戦、お知らせいたします。久保か木戸か、ジャッジ水谷30対29、赤久保、チャンピオン1票、ジャッジ畑中、さあ2人目30対30、ジャッジ太田3人目、30対30、ドロードロー1対0、延長戦突入、まだ戦いは続きます。こう4ラウンドこの延長戦に行ったことによってこうちょっと気になるのが、
減量ですよね。10キロ減量してますからね。そして10キロ以上戻しました疲労。やっぱりそれはちょっとさっき足をこう気にするように足を伸ばしてたじゃないですか、はい、待ってる間、足に力入るのかなとか、そういうことがあるんですか、っていう風に、まあ、推測ですけど、中村さん気になりますね。そうですね、この階級にしてからは延長までやるのも多分日野選手初めてだと思いますし、前回がそのジョナサン・トゥフ戦、はい、判定勝利本戦でした。あとはやっぱり延長ラウンドの3分間で決着つけるとなった場合にどう戦い方がお互い変わるかですよね。この延長ラウンドはマストでしたっけ。マストです。そうですね、はい。あでも結構久保も変わってますね。FA の下 K1 ワールドグランプリウェルター級タイトルマッチ延長ラウンドです。赤いグローブチャンピオン久保優太、ローキックから木戸康弘、青いグローブチャレンジャー、お互いサウスポースタイル。いやしかし真剣で切り合うような、そんな戦い、時折クライマックスが一気に訪れる。そして間合い合戦、緊張感そのもの、ただ近いですよ、近いですよ、はい、入ってくる、かわしたぜ時戸。でも久保がスナイパーの異名通りまた狙いを定めてくる。スコープはぴったりか、左のローキック放つは軌道。心配なのはその減量の影響。久保がステップインしてくる、膝投げ軌道、そして回ります。いやもう久松さん、はい、これが見たいよっていうところがあったらぜひ。いやもう打ち合い、最後の最後の打ち合い。タイムストップです。久保もまただいぶ鼻血に目の周り赤く、血がすねから、すねからすねがだいぶ、木戸のすねはどうだ、だいぶ激しい裂傷。青コーナー木戸選手出血のためドクターチェックを行います。うわ結構これ多分もともと傷があったんでしょうね、すね、はい、の。それも含めて正人さん考えますと、この傷っていうのはどうですか、やっぱり影響大きい。痛いと思いますよ、自分が蹴ったら痛いと思いますね。ただまあこれもタイトルマッチのラスト2分ですからね、そうですね、続けてほしいですよね。これ場内の時計では残り1分58秒と表示されています。ここで中止になるとやっぱり不完全燃焼ですよね。またこれでウェルター級最後とも言い切れないですよね、軌道。もちろん体感してもそうでしょう。笑顔で答えますキーちゃんです。こういうところでも久松さん、はい、いやおどけてはいますけれども男を感じさせますよね。そうですね、やっぱここが人気ですよね。なんとも彼らにしかできない戦い、それを展開。これでもドクターも結構悩んでるってことは、こうやっぱこの今の状況もこうタイトルマッチの延長ラウンドっていうことを踏まえて、だけど傷も結構あるからっていう、すごく悩んでますよね。今後考えて、今後というか、はい、結構深いんじゃないですか、結構長いですもんね時間。そうですね、続行させるためにどう今処置を施しているか、あとはどのぐらいその続行して試合ができるのかっていうところも含めての続行かもしれないですよね。ただ血出てるだけだったらすぐ拭いて再開っていうのはできるとは思うのですけど、ここまでちょっとねチェックに時間がかかっているので、まあ再開はしますね。うー続行です。結構縦に切れてますね。大きくカットされていますそのスネー。それでも残り時間は1分50秒。何を狙うか、赤いグローブのチャンピオン、目線でフェイント、チャレンジャー、ローキック。いやでもあの蹴る、自分の足痛いと思いますよ、打ちますね。これやっぱりチャンピオンになりたい意地ですよね、木戸の。木戸の本気、真剣そのものの久保、飛び込んでくるパンチ。久保も顔面様相が変わっています。左ハイキック、左のミドルキック。うわー、お腹のあたりは返り血で真っ赤。もう1分半は痛みを忘れて、蹴る覚悟でしょうね、木戸選手は。何があってもという
木戸康弘、そしてスイッチから縦蹴り、ここに来てまた空手の基本を思い返すかのような久保の攻撃、それも返していく軌道。まだ正人さん、まだ分かりませんね。いや、まだ分かんないですね、はい、あと1分切りました。延長判定はマストジャッジです。これ難しいな、この人。いや、だからこうなんかポイントになる攻撃一つ当てたいですよね。何か、倒さないとしても一つでいい。その一つはこの先35秒で訪れるか。パンチを増やしているのは久保。膝一つ突き上げた軌道、ナイスインサイドボール。どうだ、右の膝入ってくる、左ストレート、軌道が放った。あと20秒、必死の競争、必死の久保、ミドルキック、右の膝、チャレンジャー木戸だ、もうつれる、木戸だ、上がった10秒、デースフェスタ2最大の祭典に木戸か久保か。難しい。ただお互いもやっぱりチャンピオンになりたいっていう意地は見えましたよね。このラウンドの判定はマストシステムウェルター級頂上決戦。ただジャッジは難しいな、これ。いや、なんとも触れたら切れるようなヒリヒリした一戦でした。痛手を負った軌道、全てをかけました。久保もそう。さあ判定の発表、この試合2度目延長戦マストジャッジです。運命がどちらに傾くかの瞬間、ようやく実現した一戦です。やっと来たと軌道、そしてやっぱりチャンピオンでいたいと久保。ジャッジ水谷10対9、赤久保チャンピオン。ジャッジ2人目で決まるか。10対9、青木の軌道、1対1。あ、さあ3人目、10対9、ニューチャンピオンは赤久保。いやー、久保王者は王者のまま勝者、あげどな久保優太ボーリースプリット判定2対1、新王者誕生。形で胸に残る一戦があるのかというしのぎ合い、切り合いでした。2度目の防衛に成功しました。久保が残った。久保言ってましたけど、まあ、なかなかこういう難しい前の取り合いになるだろうなっていう、お互い似たタイプなんで、お互いテクニシャンですからね。ただまあね、最後のこう気持ちは見せましたよね、木戸が。木戸が、まあね、リングを後にするボロボロ血まみれ。よく頑張った木戸の戦い。ウェルター級、これで最後となるのか。放送席の前を久松さん、はい、木戸が通り過ぎていきました。見てどうでした今。いや、なんかもう木戸選手がこの1年思ってきた思いがちょっと全部こう流れちゃった感じがして、私もなんかすごいはぁってなってますね。まあこの1年というよりですね、彼はもう大学生の頃からアマチュアキックボクシングやってましたからね。もう何年ですか、今もう36歳。そうですね、なのでまあもう18歳くらいからですか、はい、もう20年近い思いですよね。そうですね、でまだまだ現役でいてほしいです。まああんな顔してますけど明日またケロッとしてるかもしれませんからね。木戸らしくね、まあでも座ってほしい、あってほしいですよね、木戸には。木戸康弘節、うん、ってことになりますよね。さあそしてチャンピオンベルトはこの男のもとに、こちらもボロボロになりながらの久保優太。
こんな久保の姿を正人さん見るということもなかなかありませんよね。いやそうですね、本当にこう、ね、難しい試合でしたけど、まあ、これでもね、またこの久保チャンピオンになったことで、はい、これから今日はまた輪島とこの後、ねそれが次期挑戦者になるっていう、ね、なかなかチャンピオンを防衛したはいいけど、それからまた大変な茨の道が待ってます。いやすいません、なんか宣言通り使用試合になってしまいました。いや本当は、ね、結構練習してたんですよ実は。でも3ラウンドにもうやった勝ったと思って集中力切れちゃって、で延長ラウンドやっぱり木戸選手のベルトに対する執念っていうのを感じて本当に強かったです。ありがとうございました木戸選手。でも僕はいつまでそうですね突っ走れるか分かんないんですけど、一戦一戦大事にして、まあ、K-1 ファンから嫌われてると思うんですけど、どうか一生懸命頑張りますので戦う姿を見てください。今日はありがとうございました。この後休憩明けに素晴らしい試合がある、武井選手、武井選手いい試合があると思うので、ぜひ皆さん最後まで観戦して楽しんでいってください。ありがとうございました。それでは王者、久保選手、最後の最後にこの後を気遣うような結果もありましたね。なんか昨日は最初最後のメインにつなげるような試合をしたいって、そのつなぎのための試合っておっしゃってたんですけど、全然そんなことないですよね。そうですね、もう本当に素敵な試合見せてもらって感謝です。確かに否定の声も賛辞の声も両方あるかもしれません。ですがですが、圧倒的に正人さん見せてくれたのは、はい、その技術とヒリヒリした緊張感と2人の男の戦い。そうですね、まあ、それでまた勝ったのがね久保優太ということで、またこれから厳しい戦い待ってますから。そうです ね、いやそしてケースフェスタ2はまだまだ続きます。ウェルター級、格も厳しい戦い、勝ちました久保優太。